我々この2年間の間いろんな思いがありまして、でもやっぱりよさこいね、続けてきました。やっぱりよさこいが好きで、いろんなところでいろんな方と会って応援をしてもらって、これからもこのよさこいを発展させていきたいな、そんな思いから、我々スピンオフ作品というものを作りました。これは通常、オリジナル曲というと、地域を取り入れたりとか、ね、自分たちの、なんていうんですか、よさこいを前面に押したらって言ったらあれなんですけども、そういう思いで作っていくパターンが多いんですけど、今回はせいやというチームにスポットを当てた曲になります。どういうチームなのか、どういう心意気なのかっていうものを、曲踊りに込めました。それを3月に披露させてもらったんですが、その曲を披露したいと思います。せいやの総踊りがテーマになります。はい、いろんなチームいらっしゃると思います。この曲踊ってみたいなっていう方はどんどん踊っていただいても大丈夫です。 CD も差し上げたいと思ってます。この後、ね、これから差し上げていきたいと思います。はい、それでは、よろしいでしょうか。みんな緊張はしているんですけども、楽しんで演舞していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レイ、心意気はっ。広がる Thank you.
大勢のお客様に感謝の礼。ありがとうございました。はい、トップバッター盛り上げてくださいましたせいやさんにもう一度大きな拍手お願いします。